皆さんこんにちは。サイエンスホームの宮城です。サイエンスホームの荒滝です。本日は私たち2名と後ほど登場してくる計4名でこちらのコジャモデルハウスをご紹介していきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。それでは早速ご紹介していきます。本日ご紹介するのは、特に子育て世代の皆様にご参考にしていただける八重山住宅コジャモデルハウスとなります。こちらのモデルハウス、床面積28坪の中に4つのお部屋と十分な収納があります。広く感じられる工夫がたくさんあるので、ぜひご注目してご覧ください。それでは早速ご紹介していきます。本日ご紹介させていただきますアジアンリゾートは、ミラータイプの中でも特に人気があって、ホワイトとブラウンを基調としたモデルとなっております。それでは早速中の方を見ていきましょう。まずは玄関ですね。玄関の設計ポイントを宍戸さんお願いできますか。はい、玄関は 1.6 畳になっておりまして、シューズインクローゼットも標準でついてきます。窓もついているので空気がこもらなくていいですね。そうなんです。また扉も設けておりますので、この扉を閉めることで玄関周りもすっきりと見せることができますよ。ベビーカーなども収納できていいスペースになりますね。こちらの引き戸も可愛いですね。はい、こちらデザイン引き戸といいまして、ガラスがはめ込まれているんです。玄関入ってすぐがリビングになっているので、このデザイン引き戸を使うことで目隠しの効果や空間の広がりを感じるようにしております。なるほど、デザイン性だけでなく機能性もあるんですね。はい、こちらの扉を開けるとリビングにつながっております。はい、リビングは 10.6 畳になっております。リビングで注目していただきたいのがこちら、壁面収納になっております。壁面収納3つ設けておりまして、で実は1つはエアコン隠しになっているんです。こちらエアコン隠しになっていることで、アジアンテイストを崩さずに居心地のいい空間を作るようにできております。こちらに掃き出し窓を設けておりますので、お庭が見え開放的な空間になるように設計しております。大きい窓があることでとても広く感じられますね。こちらはウッドデッキですか。一見ウッドデッキに見えるんですが、実はタイルで仕上げているんです。タイルで仕上げることで水洗いが可能になっております。水洗いができると掃除も楽なので嬉しいポイントですね。続いて和室の紹介になります。和室は 4.5 畳となっております。こちらイグサの畳ではないですよね。何の材料を使っているんですか。はい、サイアスホームでは和紙の琉球畳を使用しております。イグサの洗濯も可能ですが、農薬が残っている可能性もあるため、気にされる方には和紙の方をお勧めさせていただいております。お客様の好みに合わせて選ぶことができるんですね。そうですね。続いてこちら収納になっております。収納も大きくてたくさん収納できそうですね。和室も 4.5 畳よりも広く感じられますね。はい、ツイート棚の下に空間を設けることで 4.5 畳以上の広さを感じられるように設計しております。少し空間を作ることでこんなに広く感じられるんですね。続いてダイニングに移ります。ダイニングの紹介をまなみさんお願いします。こちらは 5.1 畳のダイニングスペースとなっております。こちらのペンダントライトを使用することで、またさらにおしゃれな空間に仕上がっております。そうなんですね。少し工夫するだけでこんなにおしゃれな空間になるんですね。こちらは何ですか。はい、こちらはフォーラルストーンといいまして、自然素材の一つとなっております。ダイニングにつけてもおしゃれですが、テレビの後ろや表札にプラスしてみてもおしゃれになりますね。はい、実際にお客様の中にはアレンジされている方もいらっしゃいまして、
コーラルストーンには調湿効果や消臭効果もあるんですよ。なるほど。デザイン性だけでなく機能性も兼ね備えているんですね。こちらの引き戸も可愛いですね。はい、こちらデザイン引き戸といいまして、ごめんなさい。こちらのデザイン引き戸も可愛いですね。デザイン引き戸って言っちゃってます。こちらの引き戸も可愛いですね。はい、こちらデザイン引き戸といいまして、玄関入ってすぐがリビングになって、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、大丈夫、大丈夫、大丈夫。